シャス田中です。今回もやっていきましょう。フォートナイトアップデート情報の時間です。このアップデートは今日の深夜に公開されたアップデートで、タイトルはマッチメイキングボット操作コンバインの更新というふうに、ね、なってるアップデートなんですけれども、まあ大きくねこちら4つの方が4つのアップデート情報がありまして、まずはシーズン10がこう延長されましたよっていうのと、マッチメイキングシステムの細かいお話、そしてボットのお話とコンバインおよび新たなコントローラー設定についての更新情報というふうになっていて、まずはね、まあ、シーズン10が延長というところがまず一つ、そして次にねボットの情報ですね。ボットがどういうふうに反映されるのかっていうお話なんですけれども、例えばまあボットがもうね追加されました。でまあボットっていうのはね初心者さんのところにこうどんどん入っていくような形になりますよっていうのは前の情報で出てたと思うんですけれども、じゃあそのボットに倒されたらどうなるのみたいな、ボットに倒されたらボットにこう倒された人って視点移動してその人の視点になるじゃないですか。それがボットの場合はならないし、あとボットがね乗り物を使用するかどうかっていうのも検討段階でありますよと。でボットとねパーティーを組むこともないです。だと、まあ、例えばスクワットでこうね普通にパーティー参加ありのスクワットをやった時にはボットは入ってきませんよと、仲間がボットみたいなことはないみたいですね。で、例えばボットがビクルーを取るところとかっていうのがあるのかっていう話なんですけど、ボットがこう最後のね、1対1になった時にプレイヤーがラスト1になった瞬間にもう試合が終わるっていう風に、こちらの方ではね、書いております。なので、勝つかどうかは分かんないんだけど、最後のプレイヤーになった瞬間にその試合は終わるらしいですね。だからボットがいてもいなくても、最後のプレイヤーになれば勝つと。プレイヤーっていうのは人間、操作する人間の話ですね。はい、という形らしいですね。で、クリエイティブモード、こちらにボットをね追加させることはできますかっていう風な話なんですけれども、こちらは今のところ登場しないというお話で、今後の計画で検討してるみたいですね。で対ボットでこう打ち合いの練習とかしたいんだけどっていう風なねお話もあって、このモードはスキルを磨いたりするからワンチャンありって考えてるみたいですね。だから実装されるか分かんないけれども、まあゲームをねやってる人たちのプレイヤーのスキル、まあ、上達につながるんだから、クリエイティブでは登場しないけれども、そういうボット戦みたいなね、個別のモードとしては出てくる可能性があるっていう話ですね。でこれでボットの話は終わりなんですけれども、で、ここからが結構大きなお話なんですね。新たなマッチメイキングシステムの更新情報、こちらになってます。今のところソロモードで地域を選択する新たなマッチメイキングシステムを開始していますが、利用については今週中に実装される見通しです。この開始によりプラットフォームや入力機器を問わずプレイヤーをまとめることによって不平等なアドバンテージが生まれる可能性について多くの議論が行われるのを見かけます。しかし新たなマッチメイキングシステムは異なるプラットフォームおよび操作入力にまたがる様々なスキルレベルから構成され、これなんていうかっていうと PC、 まああとはプレステ、スイッチ、スマホのプレイヤーが同じ試合で、同じスキルでプレイするという形にね変更がなされるらしいですね。これが大きい話なんですよね。で各プラットフォームっていうのはそうなんですよ、スマホ、スイッチ、パソコン、プレステっていうそういう風になっていて、なかなかねそのプレイヤーたちがじゃあスキルの方で何か基準があって分けられて同じ部屋になった時にじゃあ同じ実力なのかっていうとね、少し僕は疑問に思ったりするんですよ。このアップデートって裏を返せば PC の人たちがダントツ有利になる、そういう風なアップデートにも聞こえるんですね。まあ操作的に言うと、まあどういうふうに、まあスマホとじゃあ PC どういうふうに不利なのっていう話がね一つあると思うんですよ。まずは機能スペックの違いが全く違います。なのでこう周りとかのテクスチャの読み込みだったり、その例えばね
PC の人は遠くに見える豆粒みたいなプレイヤーが見えても、スマホのプレイヤー、スイッチのプレイヤーは見えないっていうことがあったりする、そのアドバンテージ。そしてこの入力操作デバイスの、まあ、使いやすさの違いがね、スマートフォンとかコントローラーとかだったら、まあ、指が多く使えても6本しか使えないのに対して、フルで使える PC のプレイヤーっていうのは間違いなく強いわけですよ。でこれで、まあ、2つ大きなねアドバンテージがある。その、まあ、埋める作戦というか、そういうのに関して言うと、スマホでは建築モードで、まあ、建築のなんかもう既存の形がこう出てきたりとか、そういうのもあったりするかもしれないんですけど、あとは武器のねリコイルですね、反動がこう PC のプレイヤーとパソコン、まあ、あれですね、プレスのプレイヤーだと跳ね上がり方が違かったり、遠くのプレイヤーをね断続的に打ったらこうピョンピョンピョンって PC の場合だったら跳ねちゃうからっていう、そういう風なアドバンテージで、まあ、アドバンテージを埋める措置がされてるのが、まあ、ありますけれども、それ以上に何かあるのかがちょっとねここでは書かれていないので、まあうまい下手関わらずそういう風にね変わってくるというわけですよね。そういう風になっていくのも、まあ平等になってるかというと、こうそれはね間違いなく平等になってなくて、パソコンのプレイヤーっていうのは正直デバイスのもう頂点にいるようなもので、操作系デバイスの中でパソコンって一番やりやすい、一番何かを操作しやすいっていう、その伸びしろがすごくあるものなんですよ。でそれでどんどんパソコン、キーボード、マウス、コントローラー、スマホって感じでどんどん伸びしろっていうのがどんどん下がってくるんですけど、それを一緒のねところに入れるっていうことになるとね、どういうことかっていうと、モチベーション的にビクトリーロイヤルが今まで取れてたプレイヤーがまあいると思うんですけど、その一番トップクラスの人たちはトップクラスでやり合うから、まあそういう風なモチベーションがあるかもしれないんですけど、中間層ですね、たまにビクロイ取れる層がもうビクロイ一回取っちゃったらもうレベルが段違いのとこぶち込まれて何にもできないみたいな、そういうか、まあ、形にね変わる可能性もあるっていう話ですよ。なので中間層のモチベーションがまあ下がるでしょうねっていうところと、一番操作デバイスとしては難しいスマートフォンのユーザーの上位の人たちがもっとビクロイ取れなくなってモチベーションが下がってしまうということにねつながるのではないかと僕は思っているんですね。なので今回のマッチメイキングシステムが結構やばいなって、ここだけでもやばいなって思うんですけど、まだ一つ紹介してないコンバインおよび新たなコントローラーの設定ですね。これ新たなコントローラーの設定って言ってるんですけど、コンバインがいつまで続くのかっていう話と、コントローラーを従来の設定に戻す方法ありますかっていう話がこの中でまあ出てくるんですけど、それはもう別に正直コンバインがどれぐらいとかそういうの どれぐらいっていうのがまあ気になるかっていうと、そこまでならないじゃないですか。そこに隠されたキーボードとマウスを使うプレイヤーに対してコントロールの調整に関する最新情報は何かありますかっていうね、ここにまた隠された隠しティアのようなね質問があって、これでキーボードとマウスを使うプレイヤーは編集とあと建築の感度を調整できるようになるオプションを検討中ですっていう風にね回答があるんですよ。これどういうことかっていうと、建築が、まあ、また PC とPC というかキーボードマウスを使うプレイヤーの強化がまた来るかなという形ですね。今のままではなくまたね強くなるという話なんですよ。これダブルで来るとマウスとキーボード使ってるプレイヤーはかなり有利になるっていうアップデートなんですよね。同じこう自分たちより操作しづらいデバイスのところにこう行くっていうので、まあ、PC で例えば苦手 PC サーバー強いって思ってる人でもこういるわけですよ。キーボードマウス使ってね、キーボードマウスでやっててもちょっと人が周りが強いなって思ってる人たちがコントローラーとスマートフォンとかスイッチとかのところにこう入ってくるので、あここだったら戦えんじゃんみたいな、そういう風にねなって底上げされるっていうのと、でそれでプラス建築のまたより良い建築になってくるので、また強化されてしまって、そのしわ寄せがコントローラーとスマートフォンの人たちに来るというところになってるんですよ。まあ、逆はコントローラーから、まあコントローラーを使って PC でやる人もいるけれど、
正直これ聞くとね、かなりコントローラーとスマートフォンユーザーの人たちはあのしわ寄せがすごいんじゃないかなっていう風にね思うアップデートなんですよね。まあそれでビクロイがなかなか取れなかったりとか、まあ一応スキルで分かれるとは言っても、その操作入力でのそのアドバンテージっていうのは明らかにあるので、そこが埋められない限りはこのアップデートをおしって喜べる日は遠いのではないかなってね、個人的には思いますね。僕はやっぱりデバイスごとにサーバーを分けるべきであって、スキルはその中でまた分かれたらいいと思ってるんですよ。スマートフォンだったらスマートフォンの強い人たちで、コントローラーだったらコントローラーの強い人たちみたいな、そんな感じで上位層と初心者さんを分けるっていう、その方法が一番ベストだと思ってたのに、まさか全部一緒ごたにするとは思ってなかったので、今回のアップデートは正直ね、どうしちゃったのかなって思うところがね大きいですね。はい、というわけで今回はこんな形でね、フォートナイトアップデート情報でございました。皆さん何かね、いろんな意見がありましたら、一応公式のね、公式の文っていうのはリンク貼っときますので、そこからまた見てみてください。はい、というわけで今回はねこんな感じで、やってまいりました。この情報を知らなかったと思った方、役に立ったと思った方、ぜひともね高評価、そしてチャンネル登録、そして通知登録、ベルマークポチッとねやっといてください。そして最後にクリエイターサポートよろしくお願いします。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。包帯星見の好きやな。そうなんなんそれ。多分いける、多分結構 OK。 ナイス、よっしゃー、おっしゃ、取ったぞー。序盤の武器は何が必要かっていうとね、フォートナイトの場合はショットガンを見つけてください。オッケー、来たー、よっしゃー